ヒメフタバランは、ランカサカネラン属の地勢の多年層。別名、オオフタバラン、紫フタバラン。地下にある根茎は短くて細く、糸状に長い根を横に這う。茎は四角形に角張り、淡辺に褐色で、直立して高さ5から30センチメートルになる。葉は、茎の中央部付近に、無柄で2個が、体勢状につき、新緑色の卵状三角形で、 長さ幅ともに1から2センチメートルになり、先端はやや鋭頭で、基部は節形または朝新型となる。葉より上部の下茎には開けでする。繊毛があるが、葉より下部の茎に毛はない。葉の主脈は強く下面に隆起する。下期は3から5月。相乗過剰にわ紫褐色の花を2から6個まばらにつける。スとは小型。は、 長さ2から3ミリメートルの強乱形で、先端は二部頭。側下弁は線状長楕円型で、角辺とほぼ同じ長さ。角辺と側下弁は反極し、紫色の着色部がある。新弁はくさび型で、長さ6から8ミリメートルになり、2列辺を前方に突き出して逆 Y 字型になり、列辺の長さは3から5ミリメートル。 神弁の中央に黄色の T 字型の隆起がある。神弁の基部の両側に耳上列片があり、後ろに反転しい中を両側から囲む。日本では本州、四国、九州、琉球列島に分布し、団地の上緑樹林のやや湿った臨床に生育する。国外では朝鮮半島、台湾に分布する。姫二原は姫に洋蘭の井で、 旧フタバラン族の中の多種と比べ、優しい出来のフタバランの意味。しかし、旧フタバラン族の中では大型に属する。次のように品種として区別する場合がある。ありがとうございます。